ただいまー。おかえりー。びっくりしたー。山本さん。いや。久しぶりですね。うん、そう。とってもお久しぶりです。約1年ちょっとぶりかなと思います。ですね、はい、お元気そうでよかったです。元気です。山本さんも元気そうで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ美味しいラーメン、うん、食べたいなと思ってるんですけどいいですか？わかりました。いっぱい作りましょう。やったー、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、そんな感じでですね、今回も美味しいラーメンを求めてサンクさんのお店まで来ちゃいました。やったー。はい、そうなんです。今回お邪魔させていただいているサンクさん、改めましてご紹介させてください。大阪の新福島にあります別邸サンク中華木そば随さんに今回お邪魔させていただいております。ありがとうございます。うわー、ね、ちょうど1年ほど前にサンクさんの方で私の本当も人生の思い出の一杯、思い出のラーメンということで大阪ロケを初めて観光させていただきまして、もうね、いろいろもうラーメンも美味しかったし、そう、あとそう、つけ麺もいただいたり、ラーメンもいただいたり、あとちょっと調理もね、一緒に体験をさせていただいたりなんてして、もうめちゃめちゃスペシャルなロケだったんですけれども、今回はなんとそのサンクさんの別邸さんの随さんの方にお邪魔させていただけることになりました。本当にありがとうございます。いやー、山本さんにも久しぶりにお会いできてテンションが上がっております。はい、今回随さんはですね、本当にお店さんもなんかラーメンもね、とってもこうまたサンクさんのラーメンとも共通する部分もあればまた全然違うテイストも感じられるっていう風に伺っておりまして、また店内もね、こう少しサンクさんとまた雰囲気も違った、でもやっぱりなんか個人的にはなんかこうザ・ベッテーっていうとってもこう美しい品も感じるような内装だなっていうふうにも思いますし、なんかもう個人的にはこう帰ってきてホッとするようななんか雰囲気もやっぱりサンクさんの別邸さんということで感じたりしておりますので、いやー、これからおすすめの一杯をいただけるということでめちゃめちゃ幸せで楽しみです。ぜひ皆さんこの後お見逃しなく楽しみに待っててください。それでは着弾を待ちたいと思います。イエーイ、お待たせしました。ラーメンが着弾しました。嬉しい。ということでご紹介させていただきます。煮干し醤油仕立ての山形酒田中華そばを今回ご用意していただきました。ありがとうございます。ということで、もういいですか、食べたい、早速ありがとうございます、いただきます。ふわー、いやもうほんと、まずはこの美しい、ね、ほんといっぱいですよ。まずもうこれ見て楽しむこともできますけれども、もう早速ちょっといいですか。うわ、崩すのもったいないぐらい綺麗でもあるんですが、もう今どうしよう、何からっていう頭が、はあ、でもやっぱスープからかな。よいしょ、まずはこちらの、皆さん煮干し醤油ですよ。いいですか、早速。うわー、見てこの透き通ってます、ほんと美しいスープ。煮干しも香りから感じますね。もういただきます。うーん、あーあー、ありがサンク、いやー、めちゃめちゃ美味しい。はあ、しみるー、サンクさんだ。いや、すっごいうまみ、何これ、止まらない。ちょっといいですか、もう一回。はあ、すごい、
ラーメンスープを生み出せるサンクさん、やっぱり天才だ。はあ、説明しなきゃこの美味しさを。いやの、まずお聞きしたお話で、このラーメンスープは白醤油と煮干しだけ、なんと白醤油と煮干しだけで作られたスープです。すごい。で、だからなのかの作り方もすごくこだわっていただいていて、本当になんか一口いただいた瞬間に白醤油の美味しさと煮干しの美味しさが一緒にスーンカーンってやってきてくれる感じ。うわ、伝わるかな。伝えたいんだけど、もうね、語彙力がね、美味しすぎて、はあ、うん、そうなのよ。まっすぐにね、私の元にね、白醤油と煮干しの旨味が来てくれるの。すごい。なんかこうね、種類によってはこうお醤油の旨味の後にこう煮干しの香りがとかっていうのもあるかなと思うんですが、その旨味が本当もう2人同時に来てくれる感じ。もうマジでパラダイスだね。止まらない、止まらない。多分このラーメンスープあってもあっても足りないスープだ。ということで、じゃ続きまして、こちら麺の方もね、いただいていこうと思います。あと麺は最初ね、こう制作の過程ではだいたい 3-40cm のこうラーメンの麺っていうのがベーシックかなと思うんですが、 80cm でこう用意していただいて、そこからこう縮れだったり、こう制作の過程でね、いろいろやっていただいてるみたいで、見てくださいよ、この平打ち麺の縮れの、うわー、美味しそう、ツヤツヤ。食べたい、食べる、いただきます。うん、もっちもち、おいしい。やっぱりね、なんかいつも感動するラーメンってそうだなって思うんですけど、すごくこのスープにこの麺だよねっていう組み合わせを本当にパーフェクトに生み出していただいているなという、なんかもうすごいよ、相性がね、バッチリ。いや、スープうまっ同じこと何回も言っちゃう。スープ美味しいし、麺も本当に、あ、確かに長いのもありますね、この麺ね。うわー、頼むから減らないでほしい。笑っちゃう。ということで、じゃあ続いてはこちら、チャーシューもいただいていこうかな。こちらのチャーシューが、お肉がフランス産ですよね。フランス産のなんとお肉をチョイスして使っていただいていて、味付けは水とお塩のみでこう調理していただいてるみたいです。なんかベーコンにもこう使われるようなお肉みたいで、どんな味わいなのかめちゃめちゃ楽しみです。なんか予想がまだついてない。いただきます。いいでしょうめちゃめちゃ幸せ、ありがとう。お肉の香りっていうのかな、口の中でうわーっと旨味も広がって、でも味付けはほんと素材の味も生かしていただいてるようなシンプルさも感じるし、でもね、この噛めば噛むほどね、もうまあこれもずーっと味わってたいチャーシュー。まだあるよね、チャーシュー。嬉しい、まだある、
商店、ほんとこれは帰りたくなくなっちゃったよいやじゃあ続いてどうしよう、ワンタン、これねワンタンのこの皮っていうのかな、これを入れていただいてるみたいで、そうビジュアル的にもねとっても素敵な印象ですけれども、実際食べていただいてもみようかな。こちらいただきます。うん、多分この今のスプーン一杯だけでまた全然違うなんか一品のお料理をいただいたような、めちゃめちゃ美味しい。スープとワンタン合いますね。なんかなんて言うんだ、そのワンタンで包んだこう水餃子みたいなものとかいただいたりしますけど、こう単体だけでももうめちゃめちゃ一品です。もうたまんないな。麺がもちもちだとしたらワンタンはトゥルントゥルンこのトゥルントゥルンみんなにも味わってほしい。マジ口の中でとろけるトゥルントゥルン具合ですやばい、大丈夫、私一人で突っ走ってるけどついてこれてますか皆さん。いやこれみんなにもめっちゃ食べてほしい。ちょっと続いてねメンマもいただいて、もう安定の優しいコリコリうまみ美味しい、この中華そばに一番合うメンマだね。やっぱうまーい、止まんない。じゃ最後にちょっとこの見てください、立派な海苔もねラーメンにドドンと贅沢に入れていただいているので、あの過去にね弊社先輩の永江梨花さんに教えていただきました、この私スープに浸してね麺と一緒にいただくのが好きなので、ちょっと今回こういういただき方で海苔の方もいただきます。いやありがとうございます、本当にめちゃめちゃ美味しい。何これ、なんかラーメンなんだけど、もうラーメンの最高の仕上がりでもあり、なんかもう最高級のこう和食のお料理をいただいているような、なんかこうやっぱお出汁の品みたいなのも感じられるし、いやすごいな、やっぱりなんかまたサンクさんのラーメンに感動をいただいちゃいました。本当ありがとうございます。なんと煮干しのオイルを味変でいただいたので、ちょっと今からかけていただきたいと思います。うわーすっごー、またなんか少し入れるだけで変わるよ。へー、ありがとうございます。ちょっと早速じゃあ煮干しのオイルを入れたスープをラーメンをいただきたいと思います。変わった、めっちゃ変わりました。え、すごー、どっちも好きですなにこれ、こういう食べ方したことないでしょ。ないです、ね、普通はもう完全体になって、トンって出てくる、着弾するわけじゃないです。はい、それをあえて分けるっていう。うわぁ、2回楽しいです。そうそうそう、いわゆるこう煮干しって聞いてイメージするようなこう少しのなんか苦味っていうのかな、っていうのもいい意味でちょっと入ってるのが、またなんか味も香りも印象変わる感じで、こっちもめっちゃ好きです。ということで
まだまだ残っているので、これをもうペロッと全部美味しくいただいちゃいたいと思います。皆さんありがとう、いただきます。ふわー、美味しい。ということで、山形酒田中華そばをはじめ、もういろんな美味しいものをたくさんいただきました。おー、サンクさん、ズイさん、本当にありがとうございます。いやー、なんかもう感動のオンパレードっていう感じで、もうとにかくお箸も止まらないし、あとやっぱり美味しいもの食べたら元気が出るなっていうことをすっごく思い出す体験だったというか、なんかね、自分のそのまだ上京する前のこう思い出とかもたくさんサンクさんである分、やっぱ山本さんにもお会いして、なんかね、こんなに美味しい、もうサンクさんといえばのね、煮干しの一杯もいただけて、なんか体の内側からもめちゃめちゃポカポカ温まったし、明日からめちゃめちゃ頑張れるなっていう、なんかもうパワーがみなぎってる気持ちでいっぱいです。ということで、めちゃめちゃ幸せなロケでした。ありがとうございました。それではいつもの挨拶いきましょうかね。あ、ぜひぜひ皆さん、サンクさんはじめ、あのズイさんも、あのもうマジで美味しいラーメンだらけだったので、ぜひぜひ皆さんチェックしていらしてください。この美味しいの一緒に食べよう、食べてね。ということで、いつもの挨拶いきますよ。せーの、ごちそうさまでした。郡有沙のありめんだん。